こんにちは、死神ちゃんです。皆さんはごとしをご存知ですか？ごととはパチンコやパチスロで不正な方法を用いて出玉を獲得することで、ごとしたちはこのイカ様行為で荒稼ぎし、最も活動が盛んだった時のホールの被害額は年間5000億円にも上ると言われています。今回はそんなパチンコ屋に大ダメージを与えた現代のごとしたちのあらゆる手口をご紹介したいと思います。セルごと。主にピアノ線や針金などの細くて強固な素材を使って行われるごと行為で、ごと史上最も使われたと言っても過言ではないアイテムです。パチンコ台の玉の出口に針金を通し、大当たり時に開くチャッカーを無理やりこじ開けるといったとんでもない力技に使われたりなんかしていました。その後、大当たりの消化が右打ちが主流になり、チャッカーを右にずらされたことで針金の侵入経路がなくなり、使われなくなっていきました。しかし、この針金を使ったごとは時代とともに手口が変わり、最近だと爆速連チャン機で一世を風靡した大工の源さんがごとしたちにロックオンされました。手口はとてもシンプルで、針金を台の脇にぶっ刺し、電柱を無理やり解放させるといったもの。源さんの電柱入賞時の大当たり確率は約2分の1なので、このごとを行えば2分の1で大当たりと超限ラッシュをゲットできちゃいます。この源さんごとが発覚に至ったのは、とある店舗で初当たりで3ラウンドを2回連続で当てている客がおり、不審に思った店長がカメラを巻き戻して確認したところ、針金ごとが発覚。通常この台のへそ大当たり時の振り分けは必ず6ラウンドになるため、初当たりで3ラウンドになることは絶対にありえません。そしてこれを発端に全国のホールに注意喚起され、初回の出玉が3ラウンドおよび9ラウンドでの大当たりの場合、景品の交換を断るなどの注意書きが貼られるようになりました。しかしその後、源さんと同じ仕組みのデビルマンもごと被害を受けてしまいます。仕組み上、1種2種の台であればほぼこの針金ごとは使えてしまうのですが、源さんやデビルマンは電柱当選の確率が約2分の1と軽いため、誰にも気づかれず迅速にささっと犯罪したい彼らにとっては絶好の狙い台だったのでしょう。ただアホみたいな爆音と毎変動、何がしたいねんと思う翼くんみたいな台を乱発している3世はなぜかごと対策だけはバッチリです。電柱当選ほぼ1分の1のガロなんかはごとしからしたらしゃぶり尽くしたい思考の1台に思えますが、無理やり電柱をこじ開けて当選させても右打ちの演出で大当たりはしますが、魔界ラッシュには入らず必ず単発で終了するようになっています。ちなみにこの仕様は初代ガロから継承されているものなので、なぜかメーカーが真似しないのかは未だに分かりません。どつきごと。その名の通り、台をどつくことで玉の軌道を自在に操り、大当たりを獲得するといったパワープレイすぎるごとです。玉の動きといえば跳ね物ですが、昔の台で言えば初代レレレなんかは割と有名ではないでしょうか。この台は SP ルートに玉が行けば約4分の1で当たるのですが、玉が落ちるタイミングで上皿をどつくことで玉の軌道を変えることができたのです。当時の跳ね物は現代のような振動センサーなどが搭載されていなかったので、シンプルに店員にバレるかバレないかが勝負の分かれ目だったようです。現代の跳ね物はボロ負けしたおっさんが最後の1000円で3ラウンド引いた時くらいしかどつかれることはなくなりましたが、再びこのどつきごとの被害を受けた台が現れ始めたのです。少し前の台だと南国育ち跳ねと早急のファフナー2が狙われました。この2台は液晶の下に跳ね物にあるような焼く物が搭載されており、へそで焼く物チャレンジに当選すれば玉の動きで V 穴に入るかどうかのワクワク感が楽しめるのですが、ごとしたちはこの焼く物に目をつけました。跳ね物ほど振動センサーが敏感でないのをいいことに、台をどつくことで無理やり玉の軌道を変え大当たりを狙い始めたのです。特に南国跳ねはとんでもない攻略打ちが発覚してしまいます。この台はラッシュに入ると高確率で焼く物チャレンジに当選するのですが、そのラッシュを回転体焼く物の V 穴が3時前後の時に玉が電柱に入るように単発打ちで消化します。すると液晶で焼く物チャレンジに当選したタイミングと V 穴に入るタイミングがほぼ一致するので、あとはどつきで微調整することで大連チャンをかますことができたのです。実際この台の継続率は 60% とかなりマイルドな騎士であったにもかかわらず、ごと被害を受けた台はバンバンに万発ほど出ていたようです。その後これを受け、あらゆるホールでこの台は稼働停止となり、早いとこでは導入から3日目で島封鎖をしたところもあったようです。そしてさらに乃木坂とうまい棒でもどつき被害がありました。しかも乃木坂のどつきごとはめちゃくちゃ簡単で、電柱付近に台パンをかませばまさかの電柱が開いてしまうという強弱に問題があるとしか思えない作りだったのです。しかしこのごとは振動センサーで感知できない微力などつきでは電柱が開かなかったため、今のところは未遂で終わっているようです。乃木坂は注意書きを貼ってるホールもちらほら見かけますが、なんかの拍子に振動センサーを反応させてしまい、ごとしを疑われたりなんかしたら最悪ですよね。そしてうまい棒のどつき被害はというと、この台は焼く物を
突破して初めて1回転回せる台なので、ドツキで直接大当たりを狙うことはできませんが、最後の回転対役物に弾が入った時に外れ穴に入るタイミングでドツくことで大幅に回転数を上げることができてしまったのです。この回転対役物を高確率で突破できれば、明太味くらい激辛なこの台もコンポタージュ味くらい激甘になります。もちろんこの台にも敏感な振動センサーが搭載されていますが、微量にセンサーが弱い箇所を狙う高度など突きごとらしいです。釘曲げごと、パチンコ台の釘を無理やりねじ曲げ入賞率を上げるという気違いごとです。もちろんパチンコは台を開けないと釘に触ることはできません。そのためこの手口を使うごとしたちは台をどついたりなどしてエラーを起こし、店員さんに台の扉を開けてもらいます。そしてあらかじめ防犯カメラに手口が映らないようにする壁役と、台のエラーを解除している時に注意を他に向けさせるための声かけ役が協力し、隙を見て自らの手で釘をねじ曲げます。基本的に店員はエラーを解除した後いちいち台の釘の状態など気にしていないので、ほぼほぼバレません。しかも釘曲げ後は打ち子と交代するので、捕まらないように工夫もしています。ゴミみたいなことしているくせに微妙に頭使って反抗しているのがムカつきますよね。少し前の台で釘曲げごとの被害を顕著に受けた台がメゾン一国好きなのにです。こちらの台はなんとびっくり、通常時に右打ちをすれば電鎖庫が開く仕様になっていたのです。もちろんこの台は小当たりスペックの台ではないので、電柱の変動はロング変動でもなく、普通に液晶でへそと同じ演出が起こります。そのため5等云々関係なく通常時から右打ちをするガチの攻略法があった台なのです。ただ電柱の開放タイミングが一定ではなく、さらにはこの攻略法が見つかってからは店側もスルー付近の釘をガン締めして対策したので、ほぼ使えない攻略法でした。しかしごとしたちは締められたならこじ開ければ良いと考え、犯行に及びました。しかも通常時の右打ちを想定された台ではないので、音量を最小にすれば左打ちに戻してくださいのアナウンスもほぼ聞こえません。さらにこのメゾン一国はマックスタイプからアマデジまで全て VST であったため、通常時からの電鎖庫消化は期待値の塊です。そのためホールはこの台のごとでなかなかの被害を受けたみたいです。最近の台だと天竜や天海戦などの一発台でも釘曲げごとが発生しました。これらの台は焼く物に弾が行きにくいので、そこ周辺の釘を同じ手口でねじ曲げるそうです。さらにこういう一発系の台はあらゆるごと行為を受けることが多く、例えば天竜なんかは台の傾き加減次第で余裕で10万勝てるし、余裕で10万負けれちゃうため、台の寝かせを無理やりをして変える傾斜変えごとまでやられたそうです。実際これをやられた店舗さんの話では、大卒初任給分くらい軽く抜かれたそうです。さらに他の一発台だと一撃7500玉獲得できるスーパーコンビで、焼く物に玉がめちゃくちゃ行きやすくなるようにパチンコ玉に油を塗って打つ油玉ごとをやられたそうです。この台が導入されてすぐ7万発近く出た台が話題になりましたが、まるで途中までごとしが打ってやめた台をデータを見て両寝かせと判断した人が爆死したみたいな怪しすぎるデータでした。ただこのごとは回転率が跳ね上がるだけでなく、上皿の玉に油を塗りつけるために触りまくるし、さらには焼くものが油でギットギトになるので簡単にバレるそうです。ちなみにこの油玉ごとは天海戦やうまい棒でもやられていたそうです。磁石ごと、磁石でパチンコ玉を操り出玉を不正に得ることで超高磁力の超小型磁石を使います。基本的にはステージに玉が流れるように風車の上あたりに磁石を用いて玉を詰まらせ、回転率を跳ね上げるといったことになります。もちろんレジパチにも磁気センサーはついているものの、台によって強いもの弱いもの、さらには磁石を当てる位置によってもセンサーの大小があるので、磁石を当てても爆音で警報が鳴らない箇所をピンポイントで狙うそうです。最近の台だと一時期ゲンさんとデビルマンが狙われましたが、すぐに磁石ごとからセルごとに移行されました。基本的に跳ね物系や一発系の台は磁気センサーの破壊力が半端ないので狙われないのですが、天竜はまさかの台を完全に締め切った状態でないと磁気センサーが反応しないというアホすぎる欠陥が見つかったのです。当然ごとしたちにこれを利用されてしまい、ピアノ線をハンドル近辺にある扉開閉スイッチに差し込み、台を扉開放状態にし、クルーン内の玉を磁石で当たり穴に誘導するという手口で被害を受けたそうです。さらには天海戦でも磁石ごとでかなりの被害が出たようで、磁気センサーの反応が弱い箇所に磁力弱めの磁石を当てると弾を自在にコントロールできるようになってしまい、楽勝で敵将を打ち取れてしまうそうです。